アメリカ、ヤーポンやめなよ。どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、金曜日です。ちょっとね、怒りがまだありまして。で、握力計測ってて、ちょっと言いたいことがあったんでね。でも、それ言うとめちゃくちゃ動画が長くなると思ったんで、区切りました。今回のこの動画は、ヤードポンド法とかいう、中性みたいな単位、やめませんかという、動画です。で、プラス、もうそれだけじゃなくて、まあ、複数形だとか、クソみたいな、まあ、これ文法の話なんだけど、どうなのってね、皆さんにちょっと考えていただきたいです。で、握力計でも出た通りですね、まあ、我々日本人では1、キログラム重、まあ、略してキロとか言うじゃないですか。で、アメリカさんはね、まあ、なんて言うかって、ね、1キロとか言わずに、1ポンドだとか言うんですよ。単位がね、違うと、同じ、重さとかね、力の単位なんですけども、いやー、何の話や。 で、この、まあ、ポンド、発音的には、英語の発音的にはパウンドなんですけども、まあ、日本的にはポンドですよね。で、それが、グラムに直すと約454グラムなんですよね。微妙。まあ、そうなりはするかしゃあない。他国が決めた単位なので、で、他の国と合わすと、それはね、ややこしいことになります、数値は。なんか、キリのいい数値じゃないんですよ。で、みんなが使ってるのも、ほぼほぼね、で、アメリカさんだけですよ、もう、ヤーポン。で、使われてた頃は、イギリスだとか使われてた、イギリスもね、やめましたから。アメリカさんね、結構でかい国じゃないですか。そんな国でさ、もう、やめません？ポンドだとか、で、まあ、ヤードだとか、インチだとかね、センチじゃなくてインチだったり、メートルじゃなくてヤードだったり、あと、ガロン。聞いたことない単位ばっかりでしょ、リットルじゃなくて。もうやめませんかっていう啓発動画なんですけども。で、そもそもさ、これね、ポンド言うとんのに、この記号がさ、まあ略した文字がね、P じゃないね。PON だとかじゃないんですよ。これ、LP なんですよ。LP でこれね、ポンドって読ますね。パウンドって読ますんですよ。いや、おかしない？もうほんまにね、腹が立つ。つかね、覚えることを増やすなって思うんですよ。で、あと調べる内容ね。なんでこれは〇〇なのかみたいな理由は、由来はとか。言語はとか、もうお腹いっぱい、そういうのさ、学んでる暇ないんだよ。もう他にもいろんなこと学ぶことってあるじゃん。なんでこんなね、単位でつまずかなあかんの。歴史知りたいわけで、それはもう知りたいやつがやればいい話で、今現在もこんなことで困ってね、グラムに直すとなんぼやったっけって。もうやめません？人間も統一しましょうよ、もう一つの国として。一つの国なのにさ、やれ、何々県ではこの単位を使ってんねんとか、アホらしないですか？日本も昔、一尺だとか、一寸だとかありますよね。でも、今はどうです？使われてないでしょ？今はヤーポンじゃなくて、なんだっけ、メートル、グラムですよね。まあ、その方が楽じゃないですか？で、みんなが使ってる、ね、共通の単位。使いましょうよ、共通の単位。なんでやらへんのかわからない。いつまで意地張ってます？アメリカさん。やめましょうよ。で、この LB はね、リブラ、ポンズ。これね、ラテン語なんですよね。リブラポンド。ラテン語だから発音がちょっと、まあ、正しさがわからない。ラテン語は今使われてないんでね。で、最近のね、てかネット自体はすごい、ちゃんとね、音声も出てくれるんで。で、まあ、どう考えても、それのラテン語で聞いたらポンドズ。ちゃんとね、ドズって発音してました。ポンズでもなく、なんか、ポンド数でもなく、もう S ややこいに濁点つけてみたり、それやったらさ、Z にせえやって感じせえへん。な。もう、だからこれはどっちの読みなんとか、バカバカしいね。まあ、日本も正直な、そういうのあるけどね。生っていうさ、漢字あるでしょ。あれ、いろんな言い方するやん。誕生日の上だとか、ね、なんか、息がいいだとか、生きるだとか。ちょっとね、一つの文字なのに読みが多い。もうやめたいですね。でもちょっと難しいですよね。でもこれを読めれるんちゃうね。もうこれ一つやからさ。これが S でさ、いろんな言い方があれば辛いけどね。日本みたいに。日本が、まあちょっとやばいんですけども。まあ他の動画でも言うと思います。日本語やばくねっていうのはね。まあ、他国の話、ね、言うのも、あれやね。正直、自分の国のね、言語もやばいんですけども。でも他国も、そろそろ変えてもいいんじゃないかと。単位、特に単位とかはね、と思います。まあ、由来だとかもうどうでもいい。で、ラテン語のこのリーブラ自体が、天秤だとか、天秤座とか、そういう意味なんですよ。天秤座、星の話ですよね。で、このね、スペルもね、LIBRA、この、まんま英語で、リーブラってあるんですよ。それは天秤座です。まあ、これ由来が天秤座、このラテン語ですね。全く同じでしたね。このスペルまで。で、そのポンドズ自体は重さ、意味するらしいです。だから、天秤で測すは重さみたいな、まあ、そういう意味が由来ですね。で、略すとき、ね、普通略すんやったらどうする？リーブラポンドズ。略してどうする？
まあ、天秤とかもどうでもいいやん、本当やったら。そしたら、ポンドズやろ。で、さっきもさ、LB って書いてポンドって読むやろ。じゃあさ、普通に考えてさ、PON だとかね、PN でもいいや、もしくは P でもいい。P と書いて、ポンドって読めばいいやん。なんでこれがさ、リーブラの方の LB 取ってんねん。しかも LI でもなくさ、リーブの B ですよ、これ。赤なんじゃないの？ っていうのが皆さんに言いたいわけよ。なんでそっから取った後ね。ツッコミどころですよ。なんで LB なのって。ほんまにね、思います。で、これまたほんと腹立つことに、1ポンドですね。1つのって言い方おかしいが。1ポンドだと、まあ普通にポンドなんですけども、これ複数になるとね、例えば2、2、2個、2個あるっていう言い方変ですけども、これね、2ポンドとは、パウンドとは言わへんね。なんというかっていうとね、LBS って書いて、小文字ね、全部。パウンズって読むんですよ。複数形になるんですよ。もう2個以上。まあ、こんなことわざわざ言わんけどね。もう、英語とかさ、学んでたらさ、気軽にこういうのはわかると思うんですけど、S つけるんですよね、複数形って言って。1個やったら複数じゃないと、単数なんですよ。で、その2つ目から複数だとか言い出して、新たにですね、言い方が変わるんですね。日本こういうのないでしょ？なんか、橋が1つ、橋が2つ。あ、でもさ、日本もね、数え方がちょっとさ、濁点つけたりするでしょ？ 1 本、2本、3本だとか。いや、あれほんまやばいよね。いや、我ながらさ、まあ、日本で生まれたら、そんなに違和感ないと思う。1本、2本、3本とか言わへんやん。でも外人からしたらさ、こんなん、はぁ？ってなるよね。なんで B になったり P になったりすんのって。な、やめません、ね、ちょっとね、俺もちろん日本は大好きなんですけど、ややこしすぎるや。それ、変える必要性ある？まあ、もちろんそれってね、言いやすいからなんですよね。1ポンって言うよりか1ポンって言った方が言いやすいと。でも外人からしたらややこいよね。まあ、ある意味さ、スパイが寄りつきにくいかもしれない。学ぶのが大変だから、言語自体を学ぶのがね。で、2パウンズと。LBS と書いてるくせに、パウンズって読むんだってよ。バッカバカしい。結構ね、こう調べてもね、なかなか出にくい。この発音ね。発音皆さん重要ですから。LBS なんて言いませんよ。で、ポンドとも言いませんからね。まあでも、なかなかね、現地で行ったわけでもないし、まあ本とかやったらね、この記号は書いてありますよ、単位は。でもさ、発音までね、カタカナでしっかり書かれてあるとこってあります？なかなかないと思います。やっぱ、いると思うよ。だって人間ってさ、文字ばっかりやりとりしてないでしょ？まあ今はね、ネットでってあるけどさ、基本は会話やんか。だから日本人さ、会話できひんのとちゃうん。このカタカナね。発音を書かないから。発音記号、まあ、ええけど、別にカタカナで書いてもいいわけやん。何そこにさ、書いたらあかんみたいな、なんか、そういう、風潮できちゃってんの？ええやん、別に。そこ、恥とかなくていいから、学ぼうとしようよ。もうカタカナでもいいからさ。な、前々から言ってるんやけど。そしたら、もうちょっとさ、外国人とも会話できるようになるんじゃないですか、日本人さん。まあ、ただね、文法上の違いがありすぎるんですよ、正味な話。英語圏の人は、なんだ、近くの、フランス、イタリア、スペインだとか、まあ、割かしね、だから似てるんですよ。基本だから、このラテン語がどん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 変化していってるんで、似てるんですよね。もうこの単語もちょっと最後の方が文字が変わる、発音が変わるぐらいでさ、似たような発音してるんで、まあ、どうなんですか、でもちょっとはわかるはずやんか。でも日本語とさ、ね、こう英語って全然違うでしょ？文字も完全に発音も、舌の使い方も違うと。で、こういう文化、なんかね、S つけたり複数形だとかいうクソみたいなのがあって。だからね、これしゃあないことなんですよ。正味の話。その英語が日本人できない理由。まあ、その1の中に入ってるんじゃないですか。もう全然、だから違うか、文法も。ですが最初に来たりとかされても困るやろ。ね。私は、なんだろう、人間です、みたいな。私です、人間、みたいになるでしょ。変わるんですよね。主語だ、述語だ。なんとか 文法俺ほんま嫌いやから、ちょっと忘れたけど。ね。でね、複数形、これ聞いててクソと思いません？もうやめません？複数形だとか、アホくさ。で、ちなみに、重さの単位ではなくてですね、また別にね、パウンド、ポンドが使われてるんですね。それが通貨です。お金の単位ですね。で、1ポンドとか、まあ、使われてるんですが、その国がイギリスとエジプトだけですね、現在では。多分そうです。間違ってたらすみませんけども。他にももっとね、あったと思うけども、代表がイギリスとエジプトですかね。ポンド、ややこしいね。で、その記号がね、これなんですよね。
あ、これどうしようか。ちょっとががあの大きさを削ると、このままにしておきましょう。あんまりいじるのやめとこう。この変な形。なんかまあ、L、これね、L の飾り字みたいなのあるんですけど、ね、それの、大文字ですね。まあ、L に横線ピッて引いたみたいな、そういう記号のマークになってるんですけど、で、それが何の略かって、これももちろんさっきのね、ラテン語のリーブラ、天秤を意味する L から取ってきてるらしいっす。へーって感じですけども、ね。で、まあ、1ポンドやったら普通に、まあ、1パウンズやんか。じゃあ、2だったら ちょっと言い方難しいけど、2だったらどうなるのって思いません？これね、2パウンドではなく、2パウンズになるんですよ。2パウンズ。バカバカしい。バカバカしい。ね。こう、記号ではね、同じなんですけども、発音が違うと、うわばん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 、もう、やだ。嫌になってくるよ、もう。で、ちなみに他さ、これ、まあ、L なのに、リーブラ、リーブラっていうか、ポンド、P の発音やんか。他もそうなんですよね、この、通貨の記号。代表的なドル、ダラ、発音よく、言うとね、ダラはね、S に縦線やんか。これなんで S やと思います？ D にさ、もう、ね、線でいい？線2本とか1本とかでいいと思うのに、なんで S なんて。これね、元ネタというか、言語がペソなんですよ。まあ、最初ペソが使われてて、ね、まあ、ペソ自体何かって言ったら、もう 疲れるんですけども、何やったかな？ちょっと忘れた。まあ、あるんですよね、そのペソ自体も。ペソも、まあ、なんとかっていうラテン語から取られてるんですよ。その重さっていう。別の、単語の重さなんですけど、ポンドズではない、なんか、ピーなんとかだったっけ？ちょっと忘れたけど、もうアホらしい。アホらしい。もうさ、これさ、やめて、ちゃんとね、ルール作りませんか？今、みんなね、ネット繋がってますし、ドルもやめてさ、これを、なんか、D の、まあ、縦線、横線はもうどうでもいいわ。なんか、こういう感じに、なんかこういうデザインにしたらいいね。だから、ポンドも、まあ、P に、なんやろ、ちょっと才能ないけど、まあ、こんな感じでね、したらええね。もう変えたらどんどん変えてったらええね。なんで変えへん。ほんと腹立ちます。で、円もね、実は、まあ、ギリギリセーフなんだけどね。日本円の円ですよ。でも、いいですよね。発音上、いい。でも外人言えへんからってね、イェーン言うんですよね。だから Y から始まるんですよ、これ。まあ、まだこれ許せるやんか。まあ、でも、E でも別にいいけどね。円の E ですよ。なんか、線でも入れて。何やこれ。そもそもこの記号いる？なんか、あ、いるか。まあ、いるか。で、ユーロも、これさ、C にめっちゃ見えるやんか。俺も C かなと思ったんですけども、これは普通にヨーロッパの E だとかだし、で、なんでそこの日本線とかいるんって、なんか、ユーロの日本線に関しては、なんか、この 平安だとか、まあそういうのが続くように意味を込めただとか言われてます。くだらね。なんかしょうもな。まあ、そういうさ、理由なんてもうどうでもいいから、まあ確かにそのね、気概のね、その文字になんかその足すだとか、そういうのはありかとは思うけども、もうちょっとね、分かりやすいのをやるべきなんじゃないですかね。ポンドって発音してるのになんでやるやねんってツッコミ出るでしょうね。変えません？まあ、提案です。で、あとね、くっそくだらない。もうそもそもその複数形だとか、日本な、もうないし、いらないかなと思ってるんですけども、まだあるんですよ。これはね、英語にはないです。中国語にはないんですけど、日本語にはないんですけども、性別名詞と言いますか、そういう単語はないんですけどもね、女性名詞、男性名詞、中性名詞っていうのがあります。知ってる方は、知ってると思います。例えば、フランス語だとか、あとドイツ語だとかにあるんですよね、これ。これ何かっていうと、どうだったかな。まあ、月あるじゃないですか。月ってさ、女性ですか男性ですかって話なんですよ。もうわけわかんないでしょ、これ。これね、まあ、大概は、女性なんですよ。女性名詞なんですよ。ムーンじゃないか、ドイツ語やったら。なんやろうね。ちょっと、わからんけど。女性名詞なんですよ。あ、ほくさ。間違ってた、すいません。で、まあ、太陽とかやったら男性名詞だとかね。まあ、そういう、なんか、ようわからへん分け方があるんですよね。で、それによってね、まあ、彼は彼女はっていう単語あるじゃないですか。だから、月のことを彼女はって言うんですよ。そのための、そういう、男性女性です。はぁ？ってなりません？どういうことってなるよね。まあ、異文化すぎて。で、これ覚えなあかんですよね。まあ、覚えなくても大体は、まあ、分かってくると思います。まあ、それなりに、なんとなくでは確かに分かる感じじゃない。だってさ、太陽が女性で、月が男性やったら、ちょっと、ん？ってならへん？月綺麗やん。月綺麗やなって、女性に例える、その、日本のさ、和歌？
とか、五七五、俳句とかが、おそらく、まあ、あると思います。なんか、この月は女性のことを表していてみたいなのがあると思うんですけども、まあ、わかるやんか。で、太陽って力強いから、まあ、男性、あ、ちょっと差別になっちゃうけどね、今風になると。別に私はね、性別差別したいわけではないんですけども、まあ、ちょっとパワーがあるやんか。さっき、握力でもさ、男性の方が、まあ、握力あるっていうことで、男性の方がパワーを意味する感じやんか。とすると、太陽の方が月よりもパワーがある感じやん。明るいし、暑いしってね。ほんと暑いですね。で、まあ、大体わかるけど、それいるっていうことっす。いらないよね。女性名詞だ、男性名詞だって。います？ね。もう、やめていただきたい。このに、その、20世紀、21世紀。ではやめていただきたいんですけど、どうでしょうか、皆さんね。これいらないでしょ。てかね、もうね、言葉もさ、統一していこうよ、みんな。日本語を話しましょう。違うか。でも、俺、英語を話したくないな。正味ね、英語もね、そんなにいいもんではないんですけど、まあ、他と比べるとね、ドイツ語とかなかったらしいね、単語とか。比べると、まあ、やし、あの、優しいです。英語って優しいんですよ。他と比べるとね。あとなんだろうね。サウジアラビア語とかさ、めちゃくちゃ難しい。文字の形もぐちゃぐちゃやし、書く方向もさ、左から右じゃなくて、右から左。気持ち悪い書き方、言い方、ごめん、悪くて。でも、あそこだけやねん。左から右書くみたいな。まあ、変な、もう宗教なんかな、わからへんけどね。ああいう変な、宗教のところは変な、言葉すら変です。で、アダブダビダバーンだとか、どこでさ、息継ぎしてんのみたいな言葉ばっかやね。まだ英語の方が、ちゃんとはっきり発音してて、まあ、他と比べると分かりやすい。中国語なんてさ、きついやん、なんか。キンキンすりゃ聞いてて。うるさいやろ、中国人、日本に来てる。まあ、あれがデフォルトやね。まあ、そもそも、言語自体がやかましいんですよね。中国語なんかが世界の統一の言語になって終わりやで。だから、俺は、まあ、日本に生まれて、ね、日本人として日本語を推奨します。皆さん、日本語を話したらどうですかとね。はい、っていう感じで以上です。どうですかね。これ俺のイラつき、わかる？ほんまにさ、やめていただきたい。ね、くだらん学びやと俺は思うね。そんなんを学ぶよりかは、ね、この世界がなぜできただとか、星の作り方だとか、我々が生きる意味だとか、ね、人間が生まれた存在意義だとかを考えた方がまだましだと思いますよ。で、皆さんが幸せになる世界にするにはどうしたらいいかだとか、ね、より効率よく、なんか栄養をとって、もう、生物全体が幸せ。ちょっとね、お前はお釈迦様かっていうぐらいなんですけど、まあ、それぐらいね、精神レベル高くなっていってもいいと思います。最終になっていくんで、最初はね、みんな、猿から出発だったかもしれないけど、赤ちゃんね、頭悪いけど、大人なんてみんな賢くなったじゃないですか。だから、最終的にみんなはね、宇宙人並みのパワーを身につけて、過去にも未来にも行けるような存在になるんじゃないですか。なかなか過去に行くっていうのは難しいと思うけど、どうなんだよ。多次元に行けたり、もしくは、肉体を持たずに、ね、なんか、できちゃったり するのかもしれないですけど、今も AI がね、完全に勝っちゃってますから。でさ、YouTube の、ちょっと関係ない話なんやけど、サムネイル勝手に作ってくれてんのめちゃくちゃ優秀で、俺はもうね、感動しました。さすが YouTube はね、まあ Google の支配下になっちゃったんですけど、まあ、Google さん、すごいね。まあ個人情報 Google 取ってるんですけどね、いい企業とまでは言わないけども、さすがトップを走ってる企業かなと思います。俺の中では Google が、ネット界ではトップかなと思います。皆さんはどう思いますかね。ネット界のトップを走ってる企業さん。てかまあ、Google、みんなさ、使ってるよね。Google を一日も使わなかった日ってあるかな。スマホを触っててやね。ね、ないと思います。で、まあ、YouTube も Google の支配下なんですけどね。今は、買収されちゃって。でもさ、一つの企業だけを、まあ、大きくなり続けるっていうのは、ちょっとな、それ問題がある。それは、人間の歴史でわかるように、まあ、偉そうになっていくんですよ。王様になっていくんですね。なんていうんやっけね。まあ、支配的になるんですよね。だから、まあ、複数の企業が、切磋琢磨、ね、どっちもいいみたいな、ライバル関係みたいな感じでいっぱい出てくるのが一番ベストなのかもしれません。ちょっとそれは争いな世界ですけどね。争い完全にないんやったらさ、国一つやろ？でも、そうなると、首相みたいなトップが、ほんまにね、今の岸田みたいになって、何でもかんでもして、国民の意思を全く無視して、で、それでもね、許可されちゃったら、もう、やばいですよ。もう、これはね、ぶっちゃけ武力で止める以外に方法がないんですよね。まあ、市民がめちゃくちゃ賢ければね、なんとか、
追い出すようにはできるのかもしれないけど、でも力は使うやん。あの、なんか、ね、その引きずり下ろす、物理的にほんまに。で、あの、牢屋に入れる。そういう力使ってるやん。言葉で、あなた牢屋に入ってくださいだとか、首相を辞めてくださいだとか言って、入って言うような、独裁政治をしてる人が、はいなんて言いませんからね。結局は、武力しか勝たんねんけどね。何言ってんや。というわけで、皆さん、おやすみなさーい。